ただよま日本史へようこそ。はい、今回も私日本史の矢崎生がお送りします。え今回マース対策日本史の明治編の2回目の後編ということになります。えー、いわゆる明治のですね、えー、情報コミュニケーション学部、情況の問題でですね、かなりこれ問題量が多いのでですね、 ええー、まあ、単体としてですね、やるにはちょっと長いので、前編後編と分けていきます。で、今回その後編ということですので、ね、前編を見てない方は、そちらも合わせて、ええー、ご視聴くださいね。はい。では、早速ですね、いきます。ええー、では、早速ね、今回これは、近世以降ということになっています。はい。キリスト教の伝来は、既存の宗教を相対化させ、また、戦国時代に長く続く中で、ね、軍事、土木、技術をはじめ、技術を発達し、 物事を合理的に理解するという風潮も広がったが、江戸時代に入っても人々は、疫病、感染症という得体の知れないものを強く恐れ、そこから逃れるために、えー、土俗的な信仰に頼っていた。えー、元禄年間、17世紀末、異常な干ばつが起こり、秋から天候不順が起こる中、疫病が発生した。えー、さらに江戸時代には、全国規模の基金が発生した。飢の恐ろしさは上から来る。 栄養失調を原因に、疫病が蔓延することにあった。天明4年1784年、東国を中心とした基金の際に疫病が流行した。そして安政年間19世紀半ば、これらが日本を襲った。アメリカの軍艦ミシシッピ号の船員が上海でこれらに感染し、そのまま長崎に入港。で えー、理した、あ、船員とともに、これらは長崎に上陸し、機内から江戸に蔓延した、大阪の蘭学者で敵塾を開いた尾が、はい、えー、コロリ、えー、地順ですね、を観光。全国の医師に配布しつつ、これら治療に当たったと。ということで、まずで河川部、あ、キニスト教でしょうね。では、まず河川部ア関係の問題を見ていくことにしましょう。はい、では問いの1です。 え、河川村に還元して、火器の資料を発生した人物として、最も正しいものを、次の一音から偉い、マークしなさいと、えー。日本国は深刻たるところ、キリシタン国、ジャホをね、授け騒動儀。えー、花腹持って叱るべからず騒動こと。黒船の儀は商売どことに騒動を得ら、格別に騒動上、年月を変、少子売買いたすべきことと。はい。まあ結構簡単な基本的な問題ですよね。では5秒あげますから、どうぞ。 ということで答えは、もちろん、はい、3番目、非利をしていることになります。まあ、この資料は、バーテレーン追放例ですね。では、早速ですね、ちょっとその資料を見ていくことにしましょう。えー、日本は神国たるところ、キリシタン国よりジ、ジャホ法ジャホはキリスト教です。授け僧侶義、鼻肌持って叱るべからず総侶こと。その国軍のものを近づけ、門徒になし、神社仏閣を打ち破るのをよし、えー、前代日に騒動。 国運在所、地業等、求人。求人は、この土地なんかを持っている武士ですね。下され騒動は、当座のことに騒動。当座は一時的ということです。天下よりの御発当、愛ぶり、所持その意をうべきところ。しもじもとして、緑の儀。癖ことのこと、緑の儀。これ何かと言いますと、土地を教会に寄進することです。いわゆる当時ですね、大村すみたらが長崎をですね、教会に寄進していますよね。まあ、そのあたりを、まあ、実質言ってるわけですね。 バテレントは宣教師です。その知恵の方を持って心が次第に旦那、旦那は信者です。お持ち僧侶とおぼしめされ将来は、右のごとく日きは日本です。の仏法を愛破ること、癖ごとに僧侶バテレント儀、日本の地には置かせられマジく騒動間、今日より20日、これで20と言います。20日の間に用意都一を末に帰国すべく僧侶と。そして、よく出るのはこれ、黒船の儀。この黒船というのはポルトガルやスペインの船です。はい。 えー、商売のことに遭うら格別に僧侶の情、年月を変、所持売買いたすべきこと、えー。だからまあ商売はいいよと。事故以後仏法の妨げをなさる友柄は、商人の義はモーすに及ばす。いずれにてもキリシタン国より王冠苦しからず遭うそのよをなすべきことと。はい。では続いてですね。えぇ、ー、河川部いいですね。元六年間、17世紀末。はい、ではその17世紀末関係の問題ということになります。 はい。えー、この元禄年間の頃、正常指導した徳川将軍に関する説明として、最も正しいものを一つ選べということです。では、一番目です。えー、C、事件に激怒したこの将軍は、ゴミズ天皇を上位させた。二番目、この将軍は、あ、0 0経営の維持を図るため、電波と AWA の禁止令を発令した。 3番目、この将軍は朱子学の荒井白石を登用し、朱子学者ですね。朝鮮との外交を積極的に推進した。4番目、この将軍は儒学に基づいた政策を展開し、湯島制度を建立し、林信明を大学の神に認知した。もう一回最後に確認しますと、あくまで元禄年間ですね。元禄年間。では、元禄年間の将軍は誰で、それに該当するものはどれか。では、10秒あげますから選んでください。どうぞ。 はい。では、まず結論から行きますと、元六年間の将軍といったら、綱吉です。綱吉。では、どうなんでしょうか。まず一番目から見ていきますね。はい、一番目ですが、そもそも、死刑事件の時の将軍は、家光です。1627から29にかけてです。だから、あそもそも一番は誤りです。しかもですね、ゴミズ天皇を上位させたんじゃなくて、ゴミズ天皇は自ら上位したんですね。 だからまあ、この部分も上位させたんじゃないので、ここもそもそも違うんですけどね、これはね。はい、では2番目です。はい、2番目、えー、1643年の伝田英大 Y 部への禁止令の時の将軍は徳川家光ということになっています。はい、そして3番目です。はい、新井白石を登用したのは徳川家信、そして次に家継ですね。はい。そして4番目、これが 答えということになります。よって答えは4番ということになりますよね。はい。では次です。続いてですね、河川部、うです。天明4年1784年。では河川部、う関係の問題ということになります。はい。では河川部、う関係の問題ということになります。えー、このうの正常指導した老中。まあだから、うの頃ということは、はい、天明です。天明の頃の老中ですね。 そして、最も正しいものを次の一音から一つ選ぶということになります。まず一番目、流通の遠隔化を企画し、六編をもって小判一郎と引き換えると明示した、えー、係数銀化を発行した。二番目、十大将軍家春の蕎麦王林から老中となり、着難も若年市より就任し、不死で権力を掌握した。三番目、商業統制と物価上昇を企画し、商林の同業者組合の設置を 初めて認めた。4番目、ロシアとの交易の独占を企画し、赤いぞ風雪港により民間貿易の重要性を問いた工藤平介を弾圧した。さあ、ということで、天命年間の政治を主導した老人は誰かそして彼と関係しているものはどれかでは、10秒あげますから選んでください。どうぞ。 はい、えー。ではですね、えー、早速見ていきましょう。まず一番ですが、これですね、六辺が八辺の誤りです。えー、だからツです。というのはなぜかというとですね、えー、何両二種銀というお金の説明ですね、これ。何両二種銀なんですが、はい。二種なんです、二種。でですね、これどういうことかというと、当時、 一両が16種なんですね。で、今回2種ですよ二2種。だから、2×8 が16ですよね。だから、はい、この6辺ではなくて8辺ということになる。ただそういうことですね、えー。で、実はこの問題ですね、ほぼ同じ問題が、この1個前っていうか、正確には2個前になるのかな。あの、明治のですね、 全学部日程の動画がありますね。その中でもですね、同じような選択肢の問題が出てるんですよ。ですから、同年同じ年ですね、今年の2022年の問題ですけども、お全学部とこの人は個別で同じフレーズのものが使い回されてることがよくわかります。ですのでですね、全学部と個別日程、やはりね、両方ちゃんとですね、受ける人は、ちゃんと終わった後、過去問をちゃんと復習しておいた方がいいってことですよ。 そうしないと、せっかく同じような問題出てるのに、全学部でちゃんと復習しとかないと、その後の個別で受けたとき、また同じ問題で引っかかってしまうということがわかります。えー、もし気になるなら、ちゃんとそちらの動画もですね、後で見直してみてください。あ、同じの出てるじゃん。そうなんですね、これね。はい。で、次です。はい、答えが、あ、これですね。えー、2番目。えー、そもそももちろんこの老中はタヌマオキツですからね。 田沼は老中から、あ、ごめんなさい、蕎麦用林から初めて老中になった人です。息子の田沼沖友は若年寄り。若年寄りは老中の補佐。子供が親の補佐。縁故作業と言われてもしょうがないですね。で、最終的にそのうちにこの沖友さんは視殺されてしまうんですね。さあ、では次に3番目です。この3番目ですが、初めて認めたわけではないんですね。これね。えー、奨励してます。だから、バスです。 そして4番目です。工藤平介は弾圧ではないです。工藤平介の意見を採用して、もがみ内という人をですね、江戸地に派遣して、江戸地の開発と、日本とロシアの日露貿易まで計画したんですね。はい。ですので4番も誤りということになります。じゃあちょっとね、タ沼マの時代の少し確認を今のしていきます。まずタ沼マですが、はい、これが今出てましたね。はい。 蕎麦用人から初めて老中に就任した人。まずこれが今出てましたね。家春さんの時代です。天命期です。天命期です。田沼の政治といったら重症主義政策です。頭打ちの年貢前収入から脱却し商品生産や流通過程に着目していこうと。まあ、吉宗の時代にですね、とにかくね、米を増産する新田開発。えさ、ー、らにはですね、えー、税金の取り方も変え、 上面法にしたりとか、五香五味にしたりとかしていきます。しかしながら逆に米が余ったため、米価が下落してしまってですね、酒を作れとか、囲いまいあえて米を隠しとけとかですね、えー、なるべくですね、えー、米を江戸に持ってこないようにしようとかですね、えって感じですよね。もう米をいくら頑張っても結局もう米価が下がってしまって意味がなくなっちゃったわけですよ。そこで農業以外のところにこうね、着目していったのが田沼です。はい。 まず一つ目が、株仲間の奨励。さっきのがこれですね。初めてじゃなくて、奨励ですから。雲上じ画苗を、その一方ですね、徴収していくことにします。1784年、いわゆる大阪の二十仕組み問屋も、この頃、公認されてます。えー、そして、幕府がですよ。幕府が、先売製、独占販売していきます、えー。銅、鉄、真鍮、人参など。まず人参は当時、重要なですね、えー、薬ですよね、えー。だんだん国産として、少しずつ吉宗の頃から作られています。 えー、銅は当時、重要な輸出品です。ほら、輸出品です、銅ね。これも爆販化しておく。銅や鉄や真鍮は、貨幣の原料でもあります。はい、では、その下です。続いてですね、俵物という、深ひれ入り子星網、高級中華料理の原材料です。えー、と、銅を中国に輸出します。特に、例えば中国から生糸を買います。で、中国が、まあ、長崎に来て、帰るとき、ちょっと待てと言って、この俵物を売るわけです。 えー、そうして逆に彼らから金銀を取り戻そうとしたわけですね。そうやって金銀の流出を防いでいく。それがこれです。外貨獲得産業ということになります。で、4番目。名は5問目銀というお金を作ります。これが最初の銀貨の係数貨幣です。12枚で金貨1両と交換です。これ何かと言いますと、門目って銀貨の単位です。当時ですね、1両が60問目なんです。 だから、はい、5問目ですから5、5×12 ですね。だから、12枚。というのは、ここから出てるってことです。で、あくまで問目って、これ、銀貨の単位です。銀貨と金貨単位が違うと不便です。ですので、何両にしに今度は主という金貨の単位のお金にしたってのは、これなんですね。そうすると、日本全国、金と銀貨単位が同じ方が、余計計算しやすいですね。 で、さっき言ったように、これは今度8枚で交換ということになります。これが初めての金貨単位を持つ、えー、銀貨ということになります。まあ、こうやってですね、えー、経済の活性化、それには、えー、流通の活性化を図っていったということです。田沼沖継さんですね。さあ、そしてですね、インバルマや手貨沼を干拓し埋め立ててですね、 えー、そこに新殿開発をしようとしますが、これは失敗してしまっています。そしてこれ、これも出てましてね、工藤平介の書いた赤江戸風雪港。えー、この結果、田沼はロシアとの貿易を考え、はい、ミ特内を江戸地探検に派遣していきます。しかしながら、これも結局田沼が失脚して成果はなくなっています。影響ですが、農村に貨幣経済が浸透し、えー、としては消費生活が拡大。 学問や文芸も交流し、国学、蘭学、浮世絵が発達し、法歴、天明期文化という文化が栄えるのがこの頃です、えー。そして商業資本を利用したためですね、現実的な政治となり、賄賂政治との批判も高まります。まあ実際に田沼は賄賂というのもあったんでしょうね。しかしながら、昔は田沼と言ったら賄賂っていうイメージが強いんですが、今は田沼と言ったらとにかく商業。商業が田沼というふうなイメージで捉えておくといいです。 で、えー、残念なことにこの頃、はい、天命の金金が起き、浅間山の噴火もあってですね、これが長期化して各地で打ち壊した一気も起きるわけですね。で、結局ほら、農業にあまり力を入れずに商業に力を入れるから、金対策はできてないみたいに言われるわけですよ。で、結局その金対策の手腕が変われて、この後松平定信が登場してくるということになるんです。なお、先ほど言った息子の田沼沖友さん、この人も先に出てましたね。若年寄りでしたね。 これが旗、旗本佐野正人さんによって視察されます。1784年です、えー。ところがですね、多くの人々は佐野さんはよくやったと言って同情したんです。佐野に同情したんですよ。佐野は世直し大名人なんて呼ばれます。もちろん彼は、この連中で事件を起こしてから征服です。で、結局、家春は死ぬまで守ったんですが、家春の死去とと,ともに、樽馬は失脚となっています。